伊藤さん、はい、今回ご紹介いただくメニューは何でしょうか。はい、フライパンで10分、ちょっと豪快がっつりメニューでございます。ビーフガーリックライスです。うわ、楽しみです。まずは材料です。はい、牛肉、コーン、青ネギ、そして温かいご飯、これだけでビーフガーリックライスができちゃうんですか。そうなんです。そして美味しく作るためにはこちらです。日本食研ビーフガーリックライスの素、牛肉の旨味を引き出す醤油味の下味ソースと、ガツンとガーリックの風味の効いたタレ、そして旨辛いガーリックペッパーで簡単に美味しく仕上げてくれますよ。それでは作っていきたいと思います。はい、下ごしらえですね。牛肉2センチから3センチ幅で切っていただければと思います。食べやすいぐらいの大きさに。そうしましたら、こういったのビニール袋を、まあ、切りました牛肉を入れていきます。はい、いきます。すごい、この牛肉にこの最初1番って書いてありますんで、下味ソースが入ります。これをですね、はい、しっかり揉み込んでいただきたいと思います。はい、はい、さあフライパンで焼いていきたいと思います。はい、下味をつけたこのお肉、これを炒めていきます。はい、いい香りが。そうなんですよ。あ、食欲そそりますね。このね、あの下味はしっかりつけていただきたいと思います。はい、だいぶお肉がいい色に。そうしましたらですね、真ん中をちょっと開けていただいていいですか。はい、ここに温かいご飯が入ります。はい、いきます。乗せていくんですね。そしてここにですね、この2番ですね、ガーリックライスの素、ご飯のところに、はい、これまたいい匂い。そうなんです。弱火にしていただけますでしょうか。はい、3番です、やみつきペッパー、これが入ります。胡椒のいい香りですよ。そうなんです、そうなんです。ここでコーンですね。はい、そしてネギですね。ネギも散らす感じですかね。パラパラパラっていう感じで、最後は中火に戻していただきます。はい、これで完成です。おお、完成です。やっという間に完成しましたね。はい、取っていただくときにこう混ぜていただければと。それではいただきます。うん、おいしい。ガーリックが本当にしっかり染み込んでいて、はい、で後からペッパーが結構効いていて、いくらでも食べられちゃう。日本食研ビーフガーリックライスの素は、お近くのスーパーのお肉コーナーでぜひお買い求めください。伊藤さん、美味しいレシピをありがとうございました。ビーフガーリックライスのレシピ動画は日本食研伊藤チャンネルで検索してくださいね。それではまた。